はいみなさんこんにちは、緩和委員長です。緩和ケアは早期から緩和委員長です。無症状の人から新型コロナがうつるのか、これはずっと話題になり続けていますよね。もちろん結論から言わせていただきますけれども、つるんですよね。ただそれがどれぐらいなのかということに関して、今少しずつ明らかになってきているというところがあるわけなんですよね。今日はこの 無症状からの感染について今わかっていることですね。昨年の12月まで論文が出続けているところなので、また一覧とわかってきたところがあるんですね。その最新の情報というのを皆さんにお伝えしたいと思います。このチャンネルではこのように他では取り扱ってないような医学医療健康情報を皆さんにお伝えしています。情報は山ほどありますけれども、ちゃんと根拠を明らかにしているもの、決して多くはありません。 このチャンネルでは根拠を明らかにして皆さんに情報をお伝えしていますので、ぜひ他の動画も見ていただいてチャンネル登録よろしくお願いします。あと最新情報をツイッターで流すこともありますので、ツイッターフォローもよろしくお願いいたします。それでですね、BMJ、ブリティッシュメディカルジャーナルという有名医学雑誌があるんですね。こちらにこの無症候性の感染について12月になって論説が出たんですね。様々な論文を統合して解説しているものなので、 現段階で分かっているということが非常に明らかなものです。まあ、それなので、この論説をもとに今日は皆さんに紹介したいと思います。いろんな研究集めてますので、根拠は高いものと考えられます。それでですね、意外にこれご存じない方いらっしゃる情報もあると思うんですが、以前は80%が無症候性であるなんて推測された時期もあるようなんですね。ところが、今では完全に無症状な人というのは、 全体のうちの17%から20%に推測されているということなんですね。しかもですね、最初に無症候性というふうに定義された人々に関しては49%が症状を発症ということが分かったということなんですね。すなわち、ほとんどが無症状というわけじゃなくて、 一貫して無症状な人の割合というのは決して多くはないということなんですね。そしてまた、最初は無症状だというふうに判断された人でも半分ぐらいが症状を発症するということなんですよね。ウイルスの研究によると、これは以前とここら辺同じですね。症状が現れる1日から2日前から感染性があるんですね。そして7日まで感染し続ける可能性があると。ただし、ウイルスは比較的短命であって、 症状があるような人及びこれから発症する人はずっと無症状の人よりも蔓延に大きな役割を果たすということなんですね。これは以前からも明らかなことですね。そして二次発病率で言うと症状がある人に比べると無症状の人への接触に関して言うと二次発病率は3から25倍低い可能性があるということなんですね。 やはり咳は話したり呼吸するよりもはるかに多いウイルスの粒子が放出されるというところで症状がある人からはより伝染性が高くなるということなんですね。一方で無症状の場合、あるいはこれから症状を発症するような場合というのは、まあ、そのような伝染性に関しては劣るんですけれども、しかし症状がない がゆえにより多くの接触を他の人と持っている可能性があるというところで結論としては全ての人にとって手洗いとソーシャルディスタンスを保つということこれが重要になるということなんですねまあそのため対策としては特に変わらないということなんですがやはり症状がうつるメインというのはあくまで有症状の人であるということがわかります一方でしかし無症状の人からうつらないということではないんですね特に これから症状を発症してくる可能性があるような人からは移る可能性があるので、まあ、がってそれが目には見えないですからね、症状が。そういう人も感染性があるというところなので、特に対策に関しては変わるところがないということは言えるでしょうね。他にも様々な研究が最近相次いで出されているんですね。以前、有名な研究としては、この中国からの研究ですよね。この研究によると、二次発病率は、 やはり、そのうつる原因になった人の重症者とリンクするということなんですね。無症状の人からは0.3%だったのに対し、軽症の人からは3.3%、中等症の人からは5.6%、重症の人からは6.2%であったというところで、無症状のただ人からも0.3%うつったということがわかってるんですね。そのため、 無症状の人から全く映らないということは、ここから言えないということがわかります。まあこれ、ファクトチェックも出てるんですけど、最近やはりこの無症状の人から映るはずがないみたいなことを流れたようなんですが、そういったことの事実はないというところなんですね。無症状の人からも映る可能性があるということ。これは一貫してずっと言われていることを指摘されていることなので、ここは引き続き注意しなければならないところだと考えられます。まあそれで、毎度おなじみ イランセットなんですけども、有名医学雑誌ですね。で、まイ、あ、ランセットのなんか最近政治的な背景がなんておっしゃる方いるんですが、もちろんただこれ、無症状で移ることに関して、特に政治的な背景が介在する余地はあまりないと思われますので、まあもちろん、事柄によっては、まあいろいろ利害関係など考えなくちゃいけないこともあるのかもしれませんが、こういった無症状で移るということに関して、何も別に特定の勢力に忖度するようなところというのはないと思いますので、何でもかんでも、 この何々雑誌はこういう背景だからといって、まあ、論文はそれこそいろんなところから投稿されますからね。まあ、それに全てこういう意図がかかっているというふうに、まあ、ちょっと押し量りすぎるというのもこれは問題なのではないかというふうに考えられます。これは無症候性の患者と症候性の患者である場合の感染力の違いというものに関して分析したものなんですが、こちらの研究で明らかになったこととして、 有症状の人との接触だと無症状の人の接触に関して3.85倍発症しやすいということが分かったということなんですね。やはり症状がない人よりも症状がある人からが移りやすいということがわかるわけなんですよね。まあ他にネイチャーこれも有名な自然科学雑誌ですけどもね。 ま、そこのサイトに掲載されたニュースにもいろんなデータが載ってるんですが、やはり無症候性の人は症候性の人よりもウイルスを感染させる可能性は42%低いと。そして無症候性の人が一緒に住んでる人ですね。他の人にウイルスを感染させるリスクは症候性の人からの感染リスクの約4分の1であるというところで、無症状の人からの感染のリスクは低いということはわかってるんですね。 一方で、ただこれはあくまで自宅の話なので、無症状でも様々な人と接触し得るわけですから、まあそうするとこういった感染させるリスクというのは高くなるのではないかということも合わせて書かれていますよね。ここから何をどのように今の日本の対策に結びつけていくのかと考えると、まあやはり症状がある人は注意ということですよね。これ当たり前のことですよね。先日も畑雄一郎議員が PCR 検査、 に向かう途中で急変してしまって亡くなったというようなケースありましたけれども、風邪症状があって、しかも熱があったわけなんですよね。そして今このような状況だと、やはり新型コロナに罹患していることを考えねばなりません。まあ、そのため、やはりそういった風邪症状を持っている方ですね、は、医師などにやはり相談するということ、検査ですね、に結びつけていくということが重要になると思います。やはり、 軽症であって、自宅療養中であっても、まあ、そこで急変したなんていうケースも、これ、何度かそういうことも報じられてますので、検査して分かっているわけ。だから、まあ、新型コロナが原因だということが分かりますけれども、もしそういったことがなければ、場合によっては診断がつかずに、まあ、実は新型コロナによる急変で亡くなってしまっているという可能性があるわけなんですね。こういったものに関しても、早く対処することができれば、経過が変わる可能性ありますから、まあ、そういう意味では、やはり、 まあちゃんとですね、相談するということ、これ、風邪症状があっても隠しておくとか我慢するとかじゃなくて、これはしっかり相談する必要があるということが考えられますよね。そして、無症状から移すということに関して、これはやはりゼロではないわけなんですよね。一方で、無症状者から移すリスクというのは、有症状の方よりも低いということがこうやって明らかになっているので、無症状からの感染がすごく多いということを、これをことさらに心配する必要というのはないんですね。一方で、ただやはり、 一定の確率でそういったことが起こり得るということですから、そしてマスクというのは基本的には、まあ、やはり他の人に移さないという効果の方がより期待し得るものでもありますし、まあ、そういった点で密になる状況においては他の人に移さないためにもしっかりマスクをつけて対処する、あるいは社会的距離を保つ、そして手洗いを行うということが重要になると思いますよね。ただ、これ重要なこととして、 割と、なので完全に無症状な人は、実は割合としては多くないということが分かってきているということ、これも重要ですよね。何らかの症状というのがある可能性はありますので、そういった時にそれを無視しないということですよね。そして、まあそういった時はより厳重に他の人に移さないような対策というのを個人が意識して取るということが重要になってくると思いますよね。まあ実際このネイチャーの記事でも、英国の専門家の談話として、ほとんどの人が症候性であるからして、 それらを特定することに集中するので、おそらくほとんどの感染イベントを排除できるというふうに言ってるんですね。まあそのため症状がある人への対処ということが特に重要になりますし、まあそしてまた自らの症状があるような場合というのは特に注意して行動する必要があるということを、この一連の研究は物語っていると思われます。まあこのようにいろんなことが分かってきてますね。まあそういうわけで無症候性の人からもうつすリスクがあるので、まあ対処に関してはこれまでと変わらずやっていく必要があると。しかしそれが非常に 強力な感染力があるかというと、基本は症候性の人、症状がある人からなので、まあ、そこに注意して引き続き対処をしていくということになるでしょうね。引き続き予防と対処管理に努めて、なんとかこの状況というのを乗り切っていきましょう。これからもこのような役立つ医学医療健康情報を皆さんにお伝えしていきたいと思いますので、顔のところをクリックしていただいてチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。あと、いつもコメントありがとうございます。皆さんからのコメント大変役に立っております。ぜひコメントよろしくお願いいたします。それじゃあ皆さんまた。病気になったら 早期から緩和ケアに相談へ、末期でなくても、癌でなくても相談できます。詳しくは、ウェブをご覧ください。